はい、インディーズバンドルームさんのリーダーことボーカルのランです。ルーメイトの皆様、こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、非常に今回私緊張しておりまして、は、はいはい、この方を我々が扱ってこう話してええものかと、はい、すごく悩んで、はい、どうしようかなって結構前からやりたかったんですけども、はいはいはい、すごくこう悩みまして、はい、今回ついにやろうかなと思います、はい、なんと、はい、矢沢永吉さんです。神です。えらい方を。すごいな。正直矢沢永吉さんって僕全然その世代ではなくて、で僕も全然当時そのバンドブームの子なんで、僕そればっかり聞いてたんで、あ、はいはいはい、あの曲はやっぱ聞いたことあるとか知ってんなとかふわっとは知ってるんですけども、ちゃんとよく見てなかったんですよ。今回ね、徳之島2016っていうね、あ、2016年の、そう、矢沢永吉さんが徳之島っていうその奄美大島のちょっと横っちょですよね、下ですよね、はい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 、そこまで自分のクルーザーで行ってライブしたっていう映像がなんと公開 YouTube でされてたんで、はい、出血大サービス、はい、ちょっとこの動画出てる頃にはもうちょっと見れないようにはなっちゃってるんですけど、期間限定の公開っていうことですね。あ、なるほど、はい、なるほど。でその映像をちょっと、はいはい、まあ、ランさん、矢沢永吉さんってそうマジマジと見たことないやろ。ないです。なんか音楽番組で、うんうん、やっぱり矢沢永吉さんってやっぱり伝説じゃないですか、うんうんうん、なのでやっぱりそういうふうな紹介の、そのなんか中での曲を部分的に聞いたっていうレベル、だって歌番組とかにも出ないから、はい、だから一曲まるまるじっと聞くっていうのが今までなくて、ただ、うん、矢沢永吉さんのファンの方々に接することが多かったので、うんうんうん、ここまで人を熱狂させるこの方はどんな方なんやろうかっていうのはずっと興味はありました。で僕も緊張するんですよ、はい、やっぱり矢沢永吉さんをちょっとやるっていうのはすごく、はい、そうですよ。でもこれなんでやるかと思ったら、我々がほら前京橋、大阪のね京橋っていうところで飲んだ後の帰りにさ、ね、はい、だべってたらですね、はい、いかつい人たちが近づいてきて、はい、いや何やと思って、はい、思ったら、うん、写真撮ってくださいって言うわけですよ。で、あ、写真ですね、はい、わかりましたって写真撮ったら、うん、でパッて後ろ向いた瞬間に矢沢って入ってたから、あー、矢沢永吉さんのファンの方々、コンサートが近所であったんだ。あれ多分大阪城ホールやな。ああ、多分ね、京橋っていうことで大阪城ホールやと思うんですよ。はいはいはい、の方々やと思うんです。で、その方が写真撮ったら、すごく人のいい感じの、あの気さくな、気さくな方々やったんで、おじさま方で。それもあって、ちょっと今回矢沢永吉さんやってみようかなと思ったんですよね。そのファンの方々のは、なんか良かったので、はい、ちょっと我々もやってみようと、はい、ちょっと至らぬ知らんことの方が多いんですけどね。そうですね、はい、でもちょっとこの徳之島のライブを、はい、ではちょっとかいつまんでにはなりますけども、はい、これ全部でね40分ぐらいあるんで、結構分量ありますね。分量多いんでいきましょう、はい、これでクルーザーから始まるんで、お、ほんまや、かっこいいな、かっこいいな、東京から、自分の船で行くんですよ。すごいな。ここは和歌山県の串本やって、うん、今日はあいにくの串本といえば結構我々なじみの深いところですからね、近いですからね、関西圏、まあまあまあそうですね、松山大変。めっちゃいいよ、かっこええな、この言い方がな、もう。もうこの構えがね、こうやってもう。さすがやな。でも、今こういうことする人いなくない？いないっすよね。自分の船で行く。船で行くっていうね。どっかいいとこないかなって言った瞬間のスタッフよ。おーわーってね。これでかいっすよ、このクルーザー、ほんまに。すごいな。そばくってなんかこういう映像が俺すごくいいなと思って、船の上で今おそば食べてる映像が、この方なんか自然体でもずっと矢沢永吉さんなんですね。そうそうそう。もうこの
喋り方とこの声でも一発で誰かって分かるっていうのがすごいな、うん、本当。この頃で今ちょっと計算したんですけど67歳とかですね多分はい、あ。こういうなんか向かってる最中もこう、うん、なんていうんですかね、楽しみながら行ってらっしゃるってすごいですよね。そうそうそう、ね、今回は沖縄行こうと思ったけど断念して。なんかでも夢あるよな、うん、島に宿探しで今宿探し行き当たりばったり。まあそうやな、船ってどうなるかわからん。そっか、矢沢さんに合わせていくっていう、うん、いやこうあるべきやと思うね俺スターって。やな、うん、ほんま、うん、すごい人やがいやで、3000人だって。この島に3000人ってすごいでね。この船かっこええ、ね、形が、うわー、矢沢 T シャツ、 T シャツタオルか。あの時のあの京橋の方も持ってらっしゃいますよね。持ってらっしゃいますね、タオルね。わあ、なんかこういう風な環境下でもなんかきっちり全部楽しんでらっしゃるっていうのがやっぱスターですよ、ね、こっから出てくる、船から出てくるんですよ ねこれ。いや、そりゃびっくりやろこれ。いや、そりゃそうだ。あ、遊びで。いやでも矢沢さんのすごいとこそこやな、やっぱ楽しむ規模でかすぎでしょ。あ、もう地べたに座るタイプやね、これね、すごいね。うわうわ、ちょっと鳥肌だった今出てきた瞬間。うわかっけえあ、あのマイクや。そう、あ、うわうわ、テンション上がるなこれ。テンション上がるな。ねえねえねえ、雨のハイウェイ、ええ声やな。ええ声でしょ、うん、こうやってまじまじと聞くとめっちゃええ声ですね。いいなこのハスキーな声、うん、ね、その声についてちょっと後ほどね、うん、意外とこのなんていうガナルっていうか、うんうんうん、ディストーションじゃない部分の声が良かったりするでしょ。うわ、めっちゃ楽しそうにされますね。スタイルやばい。変わらずですもんね。変わらないね。もうびっくり、ね、ロボットちゃうかいうぐらい。本当に楽しそうやもんな。これね、家のスピーカーで聞くとまた面白くて、はいはいはい、何の味付けもない音源やから。あ、そっか、本当の生歌。こんだけ音色が少ない状態でやっぱ声がやばいですね、うん、ちゃんと迫力出るのがね。あのね、この矢沢さんの声ってだから一人で3人分ぐらいやっちゃってるんですよ。この編成で一人ぼっちで普通はできないんで、なんか一部でこれやったら分かりますよ、うん、コンサートの、うんうんうん、あとはバンドみたいな、うんうん、黒く塗りつぶせ、これねブルースなんですよね。あ、そうなんですね。スリーコードでできてるんですよこの曲。この単調スリーコードブルースを出だしよすごいなこの声なんか日本人でこんな声出せるんだっていう。ないね、パワーありすぎる。これいいんですよ、音源にマイクこう触ってる音も入ってて、あ、何もカットしてないから、うわ、音入ってるよ、ポーンポーンってね。うみなうみな立ってる。みんな総立ちになってきましたね。タオル投げるやつや。かっこええな。やっぱりこの曲いいよな。うんうんうん、うん。
当たり前っちゃ当たり前の曲なんですけど、このちゃんとキメがあるとこね、ほんまにハーハーっていうコーラス隊が今回はいないんですよね。でもこれみんな知ってるんで、頭の中でコーラスのとこが勝手に流れますもんね。これライン音源やからな、客席の音があんま入ってないけど、みんな言ってますもん、うん、喉お化け、いや喉お化けですね。これすごいな、うん、わあ、でもこの空とのこれいいですね、めっちゃかっこいいやろ、うん、これアングルいいな、これ一緒にやりたいわ、タオル投げるのね、帰りにうまいビール飲んでよ。うわー、はい、っていう感じですね、うわ、まあ、ちょっとこれ東京ドームですね、2018年ということはもう71個手前っていうことで、全身白のこの、そうそうそう、うわ、うわ、壮観やな、この人数タオル投げると、あ、うわ、ステージ動いてる、そうそうそう、これすごいな、うわ、バンド、フルバンドでやったのに迫力、うん、え、やば、この声維持できるのすごい、すごいでしょ、全くパワー落ちることなく、うん、この客席の上またいでるステージがすごい、ね、はい、ということでちょっともう、はい、これぐらいにして、はもっと見たく、結構吸い込まれてしまうんです、いやいや、もう吸い込まれちゃう、企画外ですね、企画外でしょう。じゃあ僕もこれ、矢沢永吉さん そのコンサートビデオとかをこんなまじまじ見るのって初めてなんですよ、はいはい、いや、もうかっこいいの次元超えて、なんなんですかね、この方にこうぴったり当てはまる、すごいなんかこう形容する表現がなさすぎて、私もでしょ、すごいな、いやもうでね、矢沢永吉さんって結構8ビートの帝王みたいなところがあって、曲って普通の8ビートが非常に多いんだけど、こんだけ曲によっていろんな顔が違うとか、もう本当曲の色が全然変わってくるんですよね。特にそのやっぱりさっきの徳之島 の、うんうんうん、あのライブ映像で見た時にもう際立つじゃないですか、うんうん、やっぱりこう楽器が少ないとか、こうただパワーがあるだけじゃなくて表現力すごい豊かですよ。で、矢沢永吉さんってこのディストーション無視でああっていうところがあるじゃないですか、はいはい、であそこが魅力やと思うんですけど、違うでしょ、この時にこう普通の声になった時 の普通の声の良さ、いやそう、ちょっとささやく時とかさ、ね、うんうんうん、あそこのかっこよさとか色気、うん、声の音色の多さですよね、この方ね、ね、まじまじと聞くとすごく音色が多くて、その辺がやっぱ格段に違うわこの方っていう、でプラスやっぱりそのもう特徴のある、もうね、誰が聞いてもあ矢沢さんやっていうのが一発分かる声じゃないですか、だからもう聞いてて飽きないんですよね、うん、これ見れたでしょ結構今日、全然てかあのちょっとね、やっぱり長めに見てるんで、長めに見てるんですけど、いや もっと見たい、見たいでしょもうあの独特の世界観、いやそら熱狂しますって、これ、ね、何よりもこれね、あのこの徳之島のも見て思ったけど、ご本人がめちゃくちゃ楽しんでらっしゃるんですよね、そうで、そのご本人が楽しんでるからもう精一杯エンジョイしてるから、うんうん、でそれがこの何でしょうね、この我々こう映像を見てる人間にもそうなんですよ、こうひしひしと伝わってきて、うん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 、でこっちもワクワクするんですよね、うんうんうん、なんかだからそれがあったんですよね、うん、なんかその本人さんが楽しんでるんで、なんかそれが伝播して、やっぱりその場にいてるお客様とかにもみん
な伝わっていって、だからあそこのライブってやっぱりこう矢沢永吉さんの名前は知ってても、うん、まあ、ご本人さんおっしゃってたじゃないですか、うんうんうん、そもそもこういった形でコンサート見ること自体がないっていう人もいてるかもしれないねっていう、うんうん、そういった方々を巻き込んでみんなもう最後総立ちうわーってじゃないですか。このなんか全部巻き込む力がすごいっすよね。やばいな、すごい。なんか自分のファン相手とかだったらああなるのはまあ言ったら当たり前じゃないですか、だって好き好んで見てるわけなんで、うんうん、そうじゃない方々も巻き込む、もうなんかもう、ね、僕らも全然正直ほんまごめんなさいやけども、矢沢さんの曲ってチラッと聞いたぐらいしかないっていうか、知ってるけどもこんなにまじまじと見たことないけど、見るとね、そうですそうです、引き込まれるんですよ、ね、やっぱりなんかこう、まあ、歌い手としてもそうですけど、うん、ミュージシャンとしてもやっぱりすごい方だなっていうふうに思いますよね。全て持っていっちゃうっていうね、全て持っていっちゃう、このパワー、でパワーもそうなんですけども、これこの今のこの東京ドームの映像で、東京ドームこれ2018年やったかな、2018年今の見ましたけども、あ、そうですね、なんだこの質感が変わらずあのパワーで歌い切る、これね、喉がちょっとどないなってんやろと思う。いや、あのちょっと歪んだ声って結構喉に深かかるじゃないですか、うん、だいぶここすっごい強靭な声帯されてるんやろうなと思って本当ね、あのターミネーターかなと思うぐらいの、いや本当に、いや、あの質の声って通常の人間が出すと絶対どっかで潰すんですよ、うんうん、ものすごい負担かかるんで、うん、だからロックスターの、まあ、宿命とも言えることなんですよ、ですよね、なんかどんどんなんかこう声が出なくなる。海外のアーティストでも結構いますもん、うん、やっぱディストーションボイスザーッと出してると、ね、やっぱりここが潰れてくるっていう、なんかどんどん声出なくなるっていうのがあるんですけど、うん、なんで全然なんで衰えへんのかが分かれへん俺はとかもしっかりちゃんとこうね、ロングトーンとしてあの質の歪んだ声出せるんだ、もう。よくよく聞いて分かったのがやっぱ今回のね、そのやっぱりこうその歪んでない部分の声が非常にいいなっていうのがあって、色気と、でもやっぱこの方も倍音がすごい豊富な方ですよね、うん、そうなんですよ、だから矢沢永吉さんの曲って矢沢永吉さんでないと成り立たない、成り立たないですね、もうこれ絶対的なんですよね、その歌えないですもん、ね、もうカバーしようと思ったらそこに寄せないと様にならないっていうのが、うん、いやこの方の声ありきでこの曲成り立ってるなっていうのすっごいわかんない。だって歌い回しの節とかも独特のリズムの取り方されてるとか、うん、まあ、この方独特の節があるので、うんうん、それ崩すとおかしくなっちゃいますよね、うん、本当になんかあの外国の方かなっていう感じの歌い方されてる曲もあるじゃないですか。そうですね。ねえ、ですよね。まあもうでも矢沢さんの曲って意外とこう、まあ、日本語ではありますけども、うん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 、曲調で言ったらもうほぼ洋楽ロックですね。ねえ、すごいな、日本人離れしたリズム感やなとか思って、うん、で8ビートであれだけ聴かされるっていう、うんうん、でも8ビートのその単調なリズムで聴かせようと思ったらやっぱり声でこう、そうですそうですそうです、あの抑揚とかそういった表現の波つけないと人って聞けないじゃないですか、うん、ずっと前に出るもんばっかり聞かされてるとどんどん胃もたれしてきますし、うん、いやでもこのね体力お化けですよ本当に。この年齢でこの規模のコンサートできるってすごないです、そもそも おかしいですよね、しんどいっすもん。いやでも矢沢永吉さんのファンの方々はこれが当たり前で生きておられますから、いやでもこの方の生き様もかっこいいですよね。いやこの ね、あ俺ねもうこれ見て分かった、うん、あやっぱなんかこう前に立つ時ってやっぱ楽しまなあかんねやと思って、そうですね、最大限にこう、うん、エンジョイすることなんやなって、うん、ちょっとこれでなんか言われた感がある、本当思いますよね、うん、なんかこうこの会場にいてるお客さんよりもスタッフよりも誰よりも自分が一番楽しいっていう風な形で、うん、そう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 、ね、あそうするべきなんやなっていうのを非常に思い知らされた、ね、それが伝播してやっぱみんなが一つになるっていう感じがあったじゃないですか、うん、最後見てね、いやこれ意外やったでしょ。ランさんなんかほぼこの映像を見たことないからね。ほぼ知らなくて、ね、一番もっと意外だったのが、MC が、うん、こんなに面白い方だったんだと思って、意外と冗談も言うし、喋、うん、りほんま上手いですね。落とし方とか。落とし方もそうですし、空気感とかね。で間の使い方も、うん、ちょっとわざと間開けるとか。そうそうそう。
なんかあんまり MC されない方なのかなと思ったんですよ、うん、だってここまで矢沢永吉っていうその像をつ、うん、かっこたるもので作ってらっしゃるじゃないですか、うんうん、なのでもう言葉少なくじゃあ今からやりますみたいな感じでやるのかなと思いきや、うんうん、結構な時間とって MC して結構喋ってらっしゃるっていうのが意外すぎて、それで結構皆さんが楽しんでね、こう 見に来ていただいて、出るから矢沢永吉さんって結構喋る方なんやと思って、うん、ちょっとそこがめちゃくちゃびっくりしました。私これね、なんで矢沢永吉さん今回やろうと思ったら、はい、思ったと言ったらたまたまこれ出てきたんですよ。あロックの日6月9日に、はいはいはい、おすすめに出てきたんですよ、はい、で公開されえこれただで YouTube で公開してくれんやって、まあ、期間限定では、はい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 、お見とこうと思って見たんですよね。でこれ絵柄ちょっとこれ、いやランさんちょっとどうかわからんけど、いや絶対いいっていうはずやと思って、俺この映像を見てふーんって思う方いらっしゃるんですよ。すごないです、すごかったっすよ、ほんまにすごい。なんか普段ロック聞いてないっていう方でも、うん、いや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 みたいな、いやまずこの声にやられます、やられますね、この声、声で意外とその声が単調じゃなくていろんな声色を持ってらっしゃるんで、起きないですよね、これ最後まで全部見れるんですよ。ほんまにめちゃくちゃ歌うまい歌バチバチうまいっす、バチクソうまいっすよねだってあの男の島のライブの時何の効果とかこうね、あの加工もせずにですよ、ドームとかのライブの音源って反響音あるからある程度その迫力のごまかしっていうかね、うんうん、聞くんですけど、うん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 、この徳之島のやつってほんま LINE にマイクさし、まあ、ミキサーにマイクさしてこうアンプにこう近づけて撮ってるようなもんなん で声もエコーかかってないですし、マイクのこの触る音も全部入ってるような音源やから生々しいねんけど、それで成り立つっていうのが、成り立つのがすごいんですよ。我々からしたら絶対やりたくないぐらいの勢いの環境下なんで、あれ見てたら、うん、ね、これがすごいなと、厚みがもう全然違うくて、その声のだからほんま言ってたんですけど、3人分ぐらいの、そう3人分ぐらいの能力で歌ってるよねっていう、そうなんですよ、コーラスも何もなしでやるって、うん、みたいなね。だからその例えば弾き語りでギター1本で弾くとするじゃないですか、うんうん、これってもう全く違うと思うんですよ、うん、矢沢永吉さんって、うんうん、全然違う、全然違う、絶対違う、うん、ね、その少ない楽器音の中でそれだけの厚みを出せる声っていう、まあ言ったら最大の楽器持ってらっしゃるんですよね、すごいなと思う、でもこの歪んだ声が出るのがすごいわ、喉です、喉、これね、この歪んだ声っていうのは本当にこう歌い手からしたらリスキーでしかない歌い方なんですよ、で避けたい歌い方になるんですよね。特に日本人って不得意とする声じゃないですか、これって。でこれも2018年でもう70歳1個手前ぐらいの時ですから、これスタイル全く変わらないやろ、ね、同じフォルムですよ、何のトレーニングしてるんやろっていう、背中曲がるもなし、ちょっとなんかポヨってなってるのもなしみたいな、一切ない、足スンみたいな、もう完璧細い、なんかもうロックスターとしてのこの体がすごいじゃないですか、うん、ね。でも僕このなんか今回この映像を見て思ったのが、やっぱり矢沢永吉さんがスターをしてくれてるっていうのはもう非常にありがたいなと。なんかこれって夢あるじゃないですか、ね、いや本当そうですよ、今ってここまでやってる方いないでしょ、うんうん、こんなクルーザーで行ってとか、ね、自分のクルーザーで行くんですよ、あれ、ね、往復、そんなことまでやって、ね、ちょっとした話がどんどん大きくなって、いや行こうよってなったから僕来ました、ノリ、うん、でやるすげえスターやわっていうねえ、でもう終始そのやっぱりもう矢沢永吉さんのままでいくっていうこの感じね、このスターの感じね、これ本当貴重な財産やなと思う、だいたいどっかで人間って普通になっちゃったりとか、なんかタレント化したりとかするんですけど、矢沢永吉さんは歌番組も出ないですから、そうですよ、なのになぜか我々世代も知ってるっていうね、すごいですこれ、ね、そういうなんか
スターを守り続けてる方なんで。だって CM でちょっと出たとしてもやっぱり矢沢永吉さんだけやっぱ違った見え方するんで。するよね。だってビールの CM とか出てる時とかに、うん、この人かっこいいな、どういう人とか思って調べたら、あ、ミュージシャンねみたいな。でもなんかずっと矢沢永吉さんずっと何かしらでテレビに出てるに、うん、なんかこう、うん、なんか知ってるみたいな感じがあるんで、うん、いやそらみんな見ますって、で CM も出ますってっていう。これねちょっともうこの動画出してる頃にはこの公開期間終わってるんで、うん、ね、まあ、ちょっと見えないんですけども ね、まあ、ねもうちょっと早やっといたらよかったなと思うんだけど、なかなか、すごい映像やったなっていう。なんかあのこういったステージじゃなくて、まあ、ちょっと言ったら規模が小さめ の、うん、あのコンサートの時って一番このなんかミュージシャンの力量が問われるじゃないですか。もうなんかそういうの見れたって すごいありがたいなと思って。生身の ね生身のこう矢沢永吉さんが見るっていう、ね、いやこれ本当にすごかったなと思います。ちょっと矢沢永吉さんもちょっと新たなこう、いや私の場合初めて知ったに近いぐらいなんですけど、うん、まあでもライブ映像とか初めて見る、はい、初めて見ました。いや俺もどうかなと思ってんけど、いや絶対これランさん気に入るはずだと思ったんで、いやかっこいいわ、ほんまにかっこいい。ということでちょっと今回、はい、恐れ多い多い感じになりましたけども、はい、矢沢永吉さんについて、はい、やってみましたということで、はい、これぐらいにして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ、ありがとうございます。はい、いやそうなんです、僕も意外やったんですよ。だからいや僕もそんあの別に矢沢さんの DVD を持ってなかったし、うんうん、まあこの動画でも扱うことはあんまなかったじゃないですか、はいはいはい、でもなんかたまたまその徳之島がこうおすすめ入れてきたから、でなんかクルーザーでこうやってたから、はい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 、あなんか楽しそうとも思ってポチってつけたら全部見たからな。やっぱいや見てまいますって、うん、なんかね不思議吸い込まれちゃうのよ。なんか全部楽しいね見てて、うんうん、なんかこのクルーザーで行ってるところもめっちゃ楽しそうやし、ね、でライブももちろん楽しそうやし、うんうん、なんかやっぱそうあるべきなんやなってちょっと思い知らされたな。なんか本当にこの方人生心の底から楽しんで生きてらっしゃるっていうのがすっごい伝わってくるじゃないか、表情もそうですし。元々はでもキャロル時代から、うん、あのスターになるんだっていうのはもう決めてたっていう、はいはいはい、でそれを粛々とやられていったっていう感じらしいですけどね。だからまあファンの方がそういうエピソードはいっぱい知ってると思いますけどね。いやかっこいい、なんかもうなんだろう、信念があってそれをずっとぶれずに生きてらっしゃるっていうのがもう本当、うん、言葉の節々ですごい出てらっしゃるじゃないですか、うん、ロックでは最年長ぐらいちゃう日本で、ね、じゃないですか、うん、このレベルのライブしてる人って ねこの規模でずっとできるってすごいですね、うん、これがでも熱狂わかるわっていう感じ。なんか全部ひっくるめてこの方のことをこう皆さん応援されてるんだろうなと思います。歌だけじゃなくて、多分そうやと思う、うん、本当に人生と人間、人間矢沢永吉っていうのがもうすごいすごいっていう風になってると思うんで、うん、だって私が見てもいや全体的にこの方やっぱ人間としてすごい魅力的だなって思うんで、そう俺もあのそれまでそこまでこう思って申し訳ないけど思ってなかったんですけども、はい、その徳之島がこうやってピーって言って、ね、あ矢沢さんやべえってこれやばいわってなんか久しぶりにやばいわって思って、だってやっぱり本気のやばいみたいな、ね、上り詰めたとしてもやっぱり目の前のこの起こってることを一個一個ちゃんと楽しんでらっしゃるっていうのがやっぱりこう、まあでも心がずっとなんていうんですかね、ちょっと少年の少年の心を持ってらっしゃるっていうのが、うん、いや素敵じゃないですか。素敵素敵、めっちゃかっこいいね。ご年齢重ねられても、うん、ずっとなんか楽しめる力があるって、うん、けど年齢いってくるとなんかこうちょっとしたことも楽しめなかったりとかっていうのが起こってくるんですけど、そう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 すごいですよねほんまね。はい、ということで
まだ見てみようと思います、はい、ちょっとこれでね興味持ちました、はい、非常に、うん、なんかちょっとあの自分たちまあ全然囲っちゃうけどほんま恥ずかしいねけどあの、ね、でもこの学ぶことすっげえ多いなと思ったそうですよね。それちょっと参考にもね、はい、あの人生に、うんうんうん、人生の参考にもしていこうかなと思います、はいはい、ということで、おしゃとでございました。ありがとうございます。寒い